これね書いてあるんですよ。ロストディケードの後ぐらいじゃない？2013年にイビスヤ初出演になってますね。ジリナさんの来た時やね。そうですね。まだパルコじゃないビブレの地下にあったところが、うん、だから歩いてね。そうですね。キクラゲ食いにキクラゲ事件のキクラゲと卵のやつね。だなんで僕らがね今 このハイハットの周年であったりとか、ここまで、ね、密なアンバランスドっていうレギュラーイベント、うん、唯一のレギュラーイベントエビセアでなぜやらしてもらってるかっていうことに遡ると、うん、この時のキクラゲ、キクラゲが本当にね、思い出深い。キクラゲが取り持った縁ですからね。そうです ね、 ですね。だからちょっとその見てる人に説明してもらっていいですかこの話を。なんかねこう、まあ、僕らもこの時期、ね、ありがたいことにいろんな町に呼んでもらって、ね、オーガナイザーさんとご飯食べてみたいなことしてて、で岡山初めて来て、でまあそのキャプテン丹生さん、うん、でまあこうね見た目のまずね、パンチもなかなか効いてるし、まずそこなんですよね、うん、そのまあ面白いひょうきんな人らやと、うん、でも、まあ、まだ僕らすごいガードが硬い方なんで、そんなもんでは心開かんぞと、うん、でそれを感じ取ったその丹生さんとかがもう、ね、必死、ね、一生懸命こう僕らをほぐそうとしてくれたんですけど、やっぱ僕らもなかなかガードが硬いんで、うん、あそうですかみたいな、なるほどみたいな対応やったんですけど、でまあ見るにも行かないでそのキクラゲ食いに行きましょうみたいな、キクラゲがうまいとこがあるんですわって言われて、でまあまあな距離歩いたんですよね、この距離は普通15分くらい、この距離は普通タクシーじゃないのかっていう距離をまず歩いたっていうのがまあ覚えてて、遠いなって思いながら、すごい幹線道路ねビュンビュン車走ってる横が、で、でまあその駅の裏らへんのね中華料理屋さん美味しいとこ連れてもらって、で丹生さんがこうドヤ顔でこういつものみたいな感じで頼んだら、その店員さんにいつものって何って言われて全然常連じゃないんやみたいな、いろいろなとか見えて、ほんでキクラゲの卵と炒めたねやつが美味しいからって来たら、もう一皿に対してもう卵8キクラゲ2個ぐらいしか入ってなかった、でそれも突っ込めるような間柄じゃないから、これ何やねんって思いながら、美味しいですとか言いながらね一応ね、そうですね、なんかそれでこう、まあ、今思えば僕は結構あれが面白いなって思ったきっかけ で、ね、やっぱそのサービス精神に心打たれたみたいなのがありますよね。で、まあ、その飯の場もまあジリナさんとかいらっしゃって、でまあ、会話もそんなにまあ盛り上がらず、で帰りもまあもちろん歩きで、まあ、これ帰りも歩きなんやタクシーじゃないんやって俺は思いながら歩いてて、で、まあ、その感情その丹所さんがやっぱり敏感な方なんで察して、その俺と豆腐の心こじ開けようと、その引くぐらいの下ネタを 何個か話してきて、いやもうどしももどしもですよ、もうそれじゃそれしかないって、とてもじゃないけど口に出せないような下ネタを、ここでも言えへんレベルの下ネタですよ、はい、もう最終手段だよな、そう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 、うん、それでもまあ多分俺ら逆になんすかね、なんかこう一生懸命こう関係性を作ろうとしてくださってる方やなっていうことで感動しまして、うん、でそっからこう岡山数奇な縁が始まった数奇な縁が始まったっていう感じですね、本当に。